じゃあ今日なんですけど、3月の20日日曜日の17時16分、今日は今新幹線ホームに来てて、名古屋駅ので、今から品川行って、品川から羽田行きます。で、羽田から飛行機乗ってデンマーク行きます。で、昨日 PCR 検査を終わらせて、そのまま今日11時の飛行機でデンマークに向かいたいと思います。一応デンマークの方に明日の11時ぐらいに着く予定なんで、動画回してみようと思います。コペンハーゲンに行くかっていう理由なんですけど、今回の旅で、まあ、
まあ、新幹線のタイムラプスから飛行機乗ってる動画で、飛行機乗ってる動画の時に少し右上で僕が喋ってるよっていう感じの画角になってると思うんですけど、なんでかっていうと、これも後ほど動画が上がっていくのであまり今回は喋りませんが、一応海外で BMX っていうのをこれから撮っていこうと思います。まあ無事自転車も手元に届いて、 BMX も届いて、今も一応今デンマークにいるんですけど、デンマークの方で自転車も乗れてます。で YouTube の方の撮影もできてます。この動画は一応3月の20日と3月の21日にまたがって動画を撮ってます。まあこの僕が喋ってるカットだけはもう4月22日とかなんですけどね、まあ、ただ日本の動画が編集間に合ってなくてちょっとこんな感じで伸びちゃってるって感じです。あといきなり海外に行くんじゃなくて、実は僕今年の2月で BMX 始めて4年になったので、4年のなんて言うんだろう、そういうちょっと記念の3分ぐらいのビデオを撮ろうと思ったんですけど、それも実は僕のスキル的に十分その撮影ができるぐらいのスキルに僕が達しなかったので諦めました。中途半端なものを作りたくなかったんで。なんで5年6年目とかそういう節目の時にめっちゃすげえ PV っていう、まあ PV っていうかそんな感じ、まあカルトとか YouTube とかいろいろ上がってると思うんですけど、カルトとかシャドウとかいろいろそこに、まあスキルでは全然かなわないですけど、動画的なそういうかっこよさで勝るものを作っていきたいなっていうか、まあそこに並べる同等のレベルのものを作りたいなとは思ってるんで、っていう感じです、まあ、すげえ SAS か、うん、日本語書いてあるもんな。釣りしてる人がいる。
はい、ちょっと休憩してますが、こんな感じです。今日の動画は、羽田が、っていうか、名古屋駅、新幹線の名古屋駅から、デンマーク、コペンハーゲンまで来るっていう動画でした。今、ちょっとホテルにいます。ちょっと休憩して、って感じなんですけど、これからヨーロッパ編が始まるので、で、今日なんですけど、空港から、コペンハーゲンの空港から、電車乗ってここまで来たんですけど、その乗る電車を間違えて、てっきりノルウェーに行ったんですよね。ノルウェーに行って帰ってきて、まあ、無事着きました。じゃあこんな感じで次回からコペンハーゲンで自転車乗っていくので、よければ、チェックお願いします。まあ、ぼちぼち動画上がっていくと思うので、ベルマークつけといてください。そんじゃあまた次回お会いしましょう。